丸岡駅は、福井県堺市堺町上新城にある、西日本旅客鉄道北陸本線の駅である。駅名は、丸岡駅となっているものの、旧堺郡丸岡町ではなく、旧堺郡堺町に位置する。かつては、京福電気鉄道の丸岡線が接続していた。2010年の改修前の駅舎元々は、単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線。 軽面三線のホームを有する地上駅であったが、中央の線路が撤去され、現在は短式ホームに面二線を有する地上駅。撤去された線路の一部は、保線車両の引き上線として再利用されている。また、二面二線になって、以降も、場内、出発信号機は残されており、閉塞の境界となっている。上りホーム側に駅舎があり、下りホームへは、 古戦橋で連絡している。駅舎は1948年の福井地震後に再建されたもので、木造である。駅長室と宿直室を改修し、多目的ホールや展示コーナーが設置された。福井地域鉄道部が管理し、自治体へ窓口業務が委託された簡易委託駅。窓口ではポスター末による発見が行われている。 IC カード専用の簡易改札機が設置されている。福井県統計年間によると、2019年度の1日平均乗車人員は1047人で、ある。近年の1日平均乗車人員は、以下の通り、ありがとうございます。